淡路島レジャーガイド。潮の香り漂う淡路島は海の幸の宝庫。島の近海で獲れた新鮮な魚を野地菊板前の包丁さばきで、お座敷駐車場完備、気安く入れる割烹寿司野地菊へ。電話 0799-2局-1673。 穴子港のすぐそば、地上5階建ての池魚料理の若潮旅館。お部屋の窓から鳴門の雄大な景観をたっぷりお楽しみいただけます。鳴門台の池作りをはじめ、宝楽焼きなど料理は抜群。釣り船のお世話もしていますよ。穴子港のすぐそばにある観光旅館梅丸です。窓から楽しめる鳴門海峡の雄大な景観、梅丸自慢の鯛の池作り、そして宝楽焼きと豪華な生けす料理はいずれも新鮮。観光旅館梅丸へ、皆様お揃いでどうぞ。あなたは味をお楽しみ、それとも海と遊びますか？青団町阿長の観光旅館鳴門荘は、すべての目的を満たしてくれるとっても素敵な旅館です。料理よし、ムードよし、景色よし。淡路島の思い出は鳴門荘でどうぞ。